東京女学館大学は東京都町田市鶴間指定目18の位に本部を置いていた日本の私立大学である。2002年に設置され、2017年に廃止された。大学の略称は女学館。1956年に設立された短大東京女学館短期大学を前身とし、2002年に国際教養学部のみの4年生大学として設立された。 同じ学校法人東京女学館が運営する小学校、中学校、高等学校が渋谷区広尾にあるのに対して東京女学館大学は町田市鶴間にあり、最寄りの鉄道駅は東急田園都市線の南町田駅だった。少人数教育を特徴とし、学費は初年度の付金が179万円で、女子大としては比較的高額であった。 大学全入時代の到来等に伴う学生募集の不振から約25億円の累積赤字を抱えているとして学校法人東京女学館の理事会は2012年4月東京女学館大学は同年度の新入学生を最後に学生の募集を停止し2016年3月をもって閉学することを発表した東京女学館大学では2002年の開学以来 定員はあれが継続しており、入学定員をそれまでの115人から20人減らして95人とした2012年4月からの年度においても入学者は52人に止まっていた。一方、大学の教授会は理事会による閉学の決定について募集停止について事前に知らされなかったとして撤回を求めた。2016年2月28日、朝日新聞が 在籍する約40人の学生のうち数人が卒業に必要な単位が不足し留年する可能性があるため大学の閉学が延期される可能性があると報道した大学側は教員らは予定通り3月末で退職とし新規に教員を採用することで留年する学生に対応するとした2016年5月23日発行の 学校広報誌、東京女学科ニュースによると、2016年度は、留年となった3名の学生が、大学に在学していることが公表されている。2017年11月16日をもって、閉学した。跡地は、町田市都市づくり部都市政策課による南町田駅、周辺地区拠点整備基本方針によって、再利用が検討され、大型マンションとなることが決定された。 2018年12月には大部分の建物が撤去された。2019年11月からは、跡地の一部が暫定的にグランベリーパーク第三臨時駐車場として使用された。あと、2022年には大型マンション、パークビレッジ南町田が完成予定。初代学長は中根知恵。2004年に就任した三代目学長は、教育学者の麻生誠。 2007年から翌年まで在職した四代目学長は天野雅子であった。2011年から閉学まで学長は福原隆明。ありがとうございます。